1989年11月4日未明オウム真理教の活動を批判していた坂本堤弁護士妻の聡子さん長男で当時1歳だった辰彦ちゃんが麻原翔子こと松本千鶴を元死刑囚の指示を受けた教団幹部に殺害されました。33回期となった今年も遺族やつつさんのの同級生弁護士ら多くの人が集まり